はい、ありがとうございました。おめでとうございます。さて続いてステージ審査の部の発表に移ります。賞の対象は出場全チームです。はじめに同賞の発表です。同賞からいきます。同賞は11番伊勢原舞子の皆さんです。おめでとうございます。代表者2名ステージにお上がりください。失礼しました、3名ステージにお上がりください。おめでとうございます。3人の方にステージにお上がりいただきたいと思います。そして大井町商工振興会副会長の石井隆介様からお渡しいただきます。はい、お渡しいただきますのは賞金1万円でございます。おめでとうございます。そして副賞はエバラ食品工業株式会社様からプチッと鍋地鶏だしゆず塩鍋、 FM 湘南ナパサ様からガラナです。おめでとうございます。はい、それでは続いてステージ銀賞、銀賞の発表です。銀賞はエントリーナンバー15番よさこい魂愛の皆さんです。おめでとうございます。代表4名の方ステージ上にお上がりください。プレゼンターは大井町商工振興会副会長の石岡康弘様にお願いいたします。はい、よさこい魂愛の皆さん、皆さんには石岡副会長より賞金2万円が贈られます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして副賞はエバラ食品工業株式会社様よりプチッと鍋地鶏だしゆず塩鍋、フライパンで焼肉鍋うま塩にんにく味、そして高知県ご提供のごっくんうまじ村です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。それではいよいよ金賞の発表です。金賞は7番ランプーレンの皆さんです。おめでとうございます。代表者6名ステージにお上がりください。ランプーレンの皆さんです。代表の方6名ステージ上にお上がりください。はい、そしてお渡しいただきますのは実行委員会副会長の中村義夫様にお願いしたいと思います。はい、皆さんの歓声の中ステージに上がっていただきますナンプーレンの皆さんです。表彰状金賞ナンプーレン1チームは第36回大井よさこいひょうたん祭り踊り共演の部において統一した演技力と個性豊かな表現力で優秀な成績を収められました。よってここに非チームの功績をたたえ記念品を添えて表彰いたします。令和4年11月5日大井よさこいひょうたん祭り実行委員会会長小田真一、おめでとうございます。おめでとうございます。賞状に続きまして賞金がなんと3万円です。おめでとうございます。
そして副賞もございます。エバラ食品工業株式会社様から黄金の味中辛、黄金の味爽やかレモン、プチッと鍋地鶏だし柚子塩鍋、フライパンで焼肉鍋コチュジャン醤油味、フライパンで焼肉鍋うま塩にんにく味です。おめでとうございます。さあ第36回大井よさこいひょうたん祭りもいよいよ大詰めです。ひょうたん大賞の発表となります。ひょうたん大賞受賞チームには高知県知事賞が贈呈されます。よさこいの本場高知県が授与するもので、その数は少なく非常に名誉あるものでございます。さあそれでは発表してまいりましょう。ひょうたん大賞に輝いたチームは、全員でステージにお上がりください。はい、連の皆さんプラカードを持って全員でステージまでお上がりください。第36回大井よさこいひょうたん祭り、ひょうたん大賞、高知県知事賞、13番連の皆さん、もう少しステージの真ん中でぜひ皆さんに素敵なお顔を見せてください。真ん中の方までもうちょっと進んで、ね、ぜひぜひ遠慮なさらずに、一番いい賞ですから。はい、おめでとうございます。まずプレゼンターは実行委員会会長の小田真一様、よろしくお願いいたします。小田会長からはまず賞状が贈られます。表彰状、ひょうたん大賞殿下様、キッチームは第36回大井よさこいひょうたん祭り踊り共演の部において統一した演技力と個性豊かな表現力で最も優秀な成績を収められました。よってここにキッチームの手を称え記念品を添えて表彰いたします。令和4年11月2日大井よさこいひょうたん祭り実行委員会会長いたしました。そして賞金5万円が贈られます。はい、おめでとうございます。そして小田会長ありがとうございました。続きましてはひょうたん大賞のチームに高知県知事賞と副賞、高知県の土佐鶴が高知県東京事務所副所長崎本篤人様から贈られます。よろしくお願いいたします。どうぞ。高知県知事賞殿様、あなた方は第36回作為ひょうたん祭りにおいてよさこいパワーあふれる素晴らしい踊りを披露してくれました。その栄誉と称します。令和4年11月2日高知県知事浜田誠司。先本副所長ありがとうございました。さあではもう一度小田会長にプレゼンターお願いいたしまして、この大きなひょうたんのトロフィーをお渡しください。はい、おめでとうございます。そして副賞たくさんございます。副賞といたしまして、キリンビール株式会社様より新一番搾り、エバラ食品工業株式会社様より黄金の味中辛、
黄金の味爽やかレモン、きちっと鍋地鶏だしゆず塩鍋、フライパンで焼肉鍋コチュジャン醤油味、フライパンで焼肉鍋うま塩にんにく味、そして群馬県新東村ご提供の新東村ワインセットが贈られます。おめでとうございます。はい、それでは皆さん写真撮影タイムといきましょう。先ほどと同じようにあの櫓の上のカメラに注目をしてください。はい、